네네난 지가 아직 너희 중에 차 갖고 있는 애가 한 명도 없는 거야? 야, 마사카 こんな 遠出になるとは思わなくてさ. 確かに. 근데 키리우さん. 근데 키리우가 멀리 간다고는 했잖아, 얘들아. 어떻게 나요? 아, 다나. こりゃ降るわ。すみません。どの宅急にも断られてしまって。そりゃそうやって。いくら長距離っつっても、あんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの。反射悟りをする人なんだ。初めてかもしらん。なんや。 23たち テレビかなんかけ。いえ。古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。오지마네 대체 어디까지 들어가서 살고 있는 거야? 뭐 산속에 살고 있니? 그 너의 이름은 막 그런 마을이야? 전날 갑자기 전국에 잔존する 고구도 일세解散する 第2次 대解散. 이마데고서 에비나의 호변이 날리사가ってますが, 오라 그 의식을 継ぐ ために. ですが, 에비나와 오르노 요소를 고이테 이마노 오라 시로구지중 감시카니 오가레 본토의 대解散을 나시토게르니야. 援軍? 예. ですが, 소치의 지정을 理解しています. その代わり というのは失礼ですが、なんだ。堂島大吾、真島五郎、そして冴島大我、彼ら極道の伝説的存在に、大吾たちに、ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条街と近江の大解散を、彼らを行き場を失った元坊の受け皿として。 ですが、1年経っても会社が倒産したんです。あいにくだが、連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。 奴らが 姿を 消したことは 知っている. だから まずは そっからだ. すまないな. 가자 빨리. 知り合いな. この人も 余計物好きやの. 言っちゃなんやけど 人が住むとこじゃねえよ あっこは. きっと 事情があるんだと思います。 事情の? まあ、 あと 2、3時間もすりゃ着くけ。 お、 降ってきちゃった。 寒なるぞ、 2、3。 뒤에 애들 어떡하냐? 거기서 더 추워지면? 積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なる早で頼む。さすがにこの寒さは応える。あ。 근데 키르 코트 같은 거 이거 멋있다. 옷이 예쁘다.
옷걸이가 좋아서 그런가? 마지막 형님. 뭐야데모 히톤지야. 入る 時は ノック ぐらい するんが 礼儀やで. 아니, 여기서 뭐 하고 계신 겁니까, 전설이? 나이야, 깨다노, 기류짱. 형님이 하실 말씀은 아닌 것 같은데요. 도지마야? 기류사. 아니 근데 사이즈만은 여전한 것 같은데? 오동아이 이로이로 왔다미다이야나. 이건 좀 길게 얘기를 들을 필요가 있겠는데? 스와레야. 사케노 이빠이 쿠라이와 고치소 시타르와. 아 근데 우리 애들은 대회산의宣言式以来やな. 뭐 4년이なるか. 안타라와 소텐보리대 경비회사를 立ち上げたんだったな. 아. 그것도 혹시 브라이스네가 회방 놓아서 그런가? 에비나 걔네가? 소리요리모 기류산. 오카라다, 大丈夫なんですか? 随分 やつれたように見えますが. 아마리 요크네. 간다. 余命 半年らしい. そんな. 道島の竜も 병기냐 카텐가. 가모나. 나를 고가의 생유니 홀리. 탄토 논두기. 아노 요자 사키와 노메헨야루. 마지마사. 병신의 히토리 쏜나. 인다 다이고. 니산의 유토리다. 신지마타라 소레마데다. 다가라 이키테르 우치니. 야레르 코토우 야테오키타이. ほなら無駄話しとる場合やないな. 聞かせてもらえるか. これまでに何があったんだ. こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に触ります. すぐに町に戻りましょう. 車なら俺が. の술마셨잖아. お前こいつと何年付き合うとんのや。 桐生ちゃんが人の言うことすら聞く。 역시 마지막 형님 너무 잘 알아. 거의 와이프지 뭐. しばらくぶりなのに忘れてました. 근데 이 넷 관계는 약간 그런 느낌이긴 했어. そう。俺はいつも。 다이고도 나이가 있는데. 도지마도. 俺たちの身に何があったかでしたね。 세계에 負けたんですよ. 俺たちは. 少し 長話になります. 警備会社の設立には最初からリスクがありました. 何しろ あれだけ大々的に東城会と近江の解散を宣言した直後の話です。 元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ。ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東城会と近江で使えるコネはとことん使って、マスコミや女将に話をつけました。 当然相当な金も動かしました。 7万人近い組員たちを元坊5年条項で苦しめるわけにはいけませんから。手段は
選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、組員たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発で。あ、嫉妬か。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて現場で起きたちょっとした不祥事も奴は見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって、白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東上会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の海老名を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。ん？海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。
海老沼母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川、海老名の母親の名は氷川百合子。氷川光さんの、그荒川が죽인그사람이氷川아니었나。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。お、確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい、しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、그렇게그게그렇게되겠네요。海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えない。그유리코라는엄마가알리지않은거아니야。出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川光さんの壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんと。형님들다시밖으로좀나오셔야될것같아요。お前たちに頼みたいことがあってきた。어 진짜 일단은沢城に力を貸してやってほしい。あいつは너무오래가만히있었구만。가만히있을수밖에없었어요。第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありません。근데키루가계속오마에타치거리는데。それは受けられません。아니형님들인데도지마빼고는。人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。キリュウ、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。
けどな。それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞもう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。キリュウさん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。あ？이거 도발을 해가지고 형님들이랑 싸워야겠네. 잠시만. 키류야, 12장에 와서 설득을 하려니까 안 되는 거야. 한 14장쯤 왔어야. 이마노와 도유의미야. 言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べて。てめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分かる。小島읽어질까봐지가먼저목소리내는거봐。分かりたく。이미커졌어。어쩔수없어小島야。やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で。キリュウ한테이런소리듣고마지막님오늘밤에잠못주무신다。못다루와。一体何事？半端やで。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな。もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。
そっちが5人もおるんなら。あ、형님、형님은좀들어가계시아니俺も混ぜてもらうで。やば。あに、サエジマが끼면얘기가좀달라。このメンツとやり合う日が来るとはね。たく、よそもんがわらわらと。不遂やの。まあええ。メイドの土産や。存分に味わっていけや。사이지만은살살봐주면서쳐도뼈가부러져요すごい威圧感これただじゃ済まないかもねもう後には引けねえこうなりゃなるようになるだ도지만은좀쉽게봐도돼全力でかかる。지가때려봤자도지마야라고생각했더니버퍼였네저거돌아버리겠네와 VIP 됐어요무슨가면라이더되는것같아요나이신사실한번도안봤거든다스킵해서한번보자넨시랑제이름뭐였지세글자였던것같은데올리비아네글자구나사랑의집게발콤비거의학구마경빙정와우이런걸맞고살았구나내적들이미안하다개무서워아1500을깠는데그거밖에안다르셨다고요아너무하신거아닙니까형님들이거도지마부터까야되겠는데아너무센데근데진짜약점도없어아왜글로간마
あ、待てっす。いやいや、恥かいと知らない。脇が甘いな。さあ、そんなのに。どうしよう。あ、저형님들이메루에걸릴리가없지。こんなもんじゃないはず。見せてあげる。귀여운척보지마만빠졌어이끄소아니세분이연계공격을하시는건좀선넘었죠이거지어아여기서초호가갑자기난입을아애들이와서하나씩도와주는구나기본무기들들고나오네俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。그나마다이고패야돼미친이젠5천만원이야못써이제落としてやる。私の番。그나마마지막으로몸부서지겠다야아씨고주마때린다는데아전체회복템나다먹었지아조졌다씨아니너무멀어
さっさと来い。逃がしゃしねえぜ。見せてあげる。みんな大好き。あっ、그만 좀 밀어, 고지마야. 아, 죽겠는데? 아, 씨, 좀. 고지마의 쓰리 같은 놈아 좀 적당히 밀으라고, 제발. 아, 너무 아프다, 인간적으로. 아이, 왜 자꾸 그렇게 움직이냐. 가만히 좀 있어봐, 인마. 확, 씨. 와, 개노답인데, 이거? 너무 말이 안 되는데? 어? 아, 부활은 안 돼? 어? 나 부활 때문에 다 먹었어요? 어? 아, 놀래라. 아, 근데 부활 템 몇 개 없는데? 아, 미쳤나봐. 야, 적당히 해. 아, 이렇게 가 되는 거야. 아니, 왜 이렇게 콩가루처럼 4분 오열해 있는데, 대체.
見さらせ。あたれ。手加減はなしだ。よし。逃げちゃしねえぜ。終わらせる。아이거너무빨라심지어마지막님이좀봐주시는데도너무아파요개아파죽을것만같아형님그만하십시오그거아진짜제발그만하십시오미쳐버릴것같으니까그만하세요아이고야누워아이누워있으라고쟤왜안눕는데뭔데저거아니저걸굳이이렇게까지해야돼뭐야그냥안죽네이게저거썼어모데카이저궁썼어보지마어쩌죠잡기가없는데아있다소우야튀어나와봐너밖에없다얘가넣었으니까저마지막을초우가
끝장을 내버리면? 유대의 극을 하시겠지? 그건 진짜 뇌 부서지는데? 대학사 나이스. 방금 뭐라고? 아픈 거 날아가라고? 이제부터 다구리입니다, 형님. 브레스! 야, 그래도 이걸 깨긴 깼다잉? 못 깰 줄 알았는데. 발로 깼다. 어, 차기. 뒤에 옛날 이미지들 나오는 거 참 좋긴 하네. 아이고. 오마에たちは何を怖がってる? 他人の人生を狂わせることか? それともまた失敗することか? どっちにしたってやってみなきゃわかんねえだろうが。 綺麗事ですよ。 それは やってみて ダメだったらどうするってんですか? その時はその時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっと。 키류가 말하니까 무게감이 좀 다르네. 아이가라스 아마짱이야나. そんな風にしか生きられなかったからね。だがそれも最後だ。邪魔したな。
これで会うのも最後だろう。待ってください。キリュウさんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな、キリュウ。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん、キリュウちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。来ちゃったな。堂島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね、それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。うん、本当だ。どうなってる。こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。タタラがもう花倒れんな。솔직히타타라아니시토세가없어도만들수있지않습니까에이지혼자그게버티버잖아요새는 AI 그저게너무잘돼있고음성그거뭐일단이동합시다